ヒョウタンゴミムシスキャリッツアトロマスモーロイツ1863は、甲虫目、オサムシカ、ヒョウタンゴミムシカに分類される昆虫の一種。時にヒョウタンゴミムシカの昆虫を総称して、ヒョウタンゴミムシということもあるが、その場合は、ヒョウタンゴミムシ類の意である。総称としてのヒョウタンゴミムシはヒョウタンゴミムシカの昆虫を指すが、これらはオサムシカのアカではなく、 標端ゴミ虫科という独立したドガで扱われることもある。日本からは4族27種ほどが記録されている。ゴミ虫類の中でも特に地中に巣穴を掘って生活するのに特殊化した群であり、通常外品の砂浜、水辺の出地、畑といった食品に覆われないなチの多い場所に生活している。大型種は20ミリメートル前後の種が多く、 体全体が黒色をしているが、数ミリメートル程度の小型種も多く、それらには褐色のものもある。頭部は大きく大顎は鋭くかつ長大に発達し、あたかもクワガタムシのようであるが、これはオスの闘争器官であるクワガタムシの大顎と異なり、獲物を捕食するための狩りの道具である。全境と鞘羽に覆われた中境、公共、腹部の間は強くくびれて、 可動性が高く、巣穴の中での活動を助けている。氷炭ゴミ虫の名はこのくびれによって、あたかも氷炭の果実のような体型をしていることによる。前肢の形節は頑丈な棘が発達して、熊手状となり、これで巣穴を掘る。氷炭ゴミ虫 S アトロマスや日本のゴミ虫類の中でも最大級の種である、大氷炭ゴミ虫 S サルカタスオリビエは、 その中でも特に海浜の砂地に多い。大氷単ゴミムシは、砂浜の開発による減少などによって、各地で貴少になっている。また、これらより少し小柄な、長氷単ゴミムシ S、タークラパシフィカスベーツ、1873は畑で、よく見られる。小型種の中には、沼などの水辺の泥に巣穴を掘って生活し、同様の環境でやはり巣穴を掘って生活している。 ハネカクシカの河辺ハネカクシ族ブレディアス SPP の巣に侵入して捕食する習性を持つ種がいることが知られている。ヨーロッパの王標単子ミムシについては、ファーブルが研究して昆虫期にも取り上げたことでも知られている。ありがとうございます。